おはようございます。本日は2023年1月の12日、日曜日です。昨日からの旅行の2日目ということで、今朝は朝を名古屋で迎えました。そろそろチェックアウトしたんですけど、全然お部屋の紹介とかしてなかったですね。でも、いつもの、駅前のビジネスホテルですんでね、普通のこうベッドだけあっておしまい。こんなですね。でも、多分新しいんですよね。非常に綺麗です。快適な感じですよ。壁とかちょいちょい黒いですけども、水回りとかも綺麗な感じですね。快適に過ごさせていただきました。新しいホテルはそんなに高価じゃなくても、これだけこう清潔感と割とこう高級感もね、感じさせてくれるような内装で非常に満足度も高いです。エレベーターが来ました。改めまして、おはようございます。今日は昨日に引き続きまた三重に行きたいと思いますよ。あとは時間があれば愛知県の南部の方ですね。今日もよろしくお願いします。105銀行、昨日三重には33銀行というのもありました。仙台には77銀行がありますね。あるあるですね。タクシーはいません。20分ちょっとっていうことなんで歩いてみます。ありました。こちらが観光梅を灯す観光梅酒造さんです。30メートル手前、電柱右折とありますね。こちらは五重橋の入り口になりますか。こちらか。到着しました。観光梅を醸す観光梅酒造さんの、こちらは直売ですね。酒後、酒後と読むんですかね。安定の日曜お休みですけれども、ここで記念撮影します。帰りはルートを変えて高田本山駅、ちょっと読み方が違うかもしれないんですけど、そちらを利用します。都会の河川って感じですね。例によって調べが甘かったんですけど、多分白塚の駅よりも今向かっている高田本山駅ですね、そっちの方が近いと思います。さっき調べたら10分ぐらいって書いてあったんで、白塚からは20分ぐらいかかっちゃいましたからね。津駅かっこいいですね。ちょうどいい感じに古くて結構好きな感じです。駅前はこんな感じでこう整理整頓されてるんですけど、こっちの通りがね、結構ガチャガチャしてそうなんですね。よさげですよ。さっきの横道には入らないで、せっかく津に来たので検索したら一番上に出てきた、おそらく有名店であろう伊勢門屋さんですね。勝手に認定してますけれども、こちらでお昼をいただきます。青山町駅で下車しました。視聴者様にコメントをいただいた若恵比寿酒造さんですね。せっかくだからちょっと覗いてみたいなと思って来ちゃいましたよ。駅からまっすぐ 2,3 分歩いてきただけでこの景色です。いや、素晴らしいですね。ちょうど今正面に見えてるの酒蔵さんっぽいですね。でもそんなこと言ったら結
構こう古い建物が多いので、なんか全部がそういう風に見えてきましたよ。なんかいないかなって覗いてるんですけど、肉眼ではちょっと確認できないですね。あ、今日日曜日なんで多分お魚さんもお休みなんでしょう。いや、いいですね。全体的にこう歴史的な感じがあって素晴らしいですね。これはすごいですね。あの白壁はちょっと酒蔵さんっぽくないですか。あ、やっぱりそうでしたね。若恵比寿と書かれています。おー、かっこいいですね。ここで記念撮影します。若恵比寿酒造さんです。かっこいいですね。正面の方からぐるっとこっちに回ってきて、ここがあの若恵比寿吟醸館という多分資料館ですかね。今日は営業してないみたいなんですけど、そういったものもあるようです。お酒飲んだ後にいっぱい移動してちょっと暑くなってきました。若恵比寿酒造さん、かっこよかったですね。それはそうとですね、今駅に来た道を戻ってるんですけど、こう映るかな、初世界道、これ阿房宿って読むんですか。ここ街道かつ宿場町だったんですね。通りで建物がたくさんこう歴史的なものがありつつ、それでいて道路も結構ねくねくねしてたりとかもしてかなと思ったんですけど、やっぱそんな感じなんですね。それにしてもこの青山町に限った話じゃないですけど、この人がいないんですよね。私の地元の、まあ、茨城県の南部ですね、取手市っていう町があって、そこって90年代ぐらいはすごい人であふれ返ってたんですよ。駅前とかですね、たまたま YouTube でおすすめにその映像が出てきて、わいっぱい人がいる、そんなになったんですけれども、今じゃここの町と同じようにやっぱり出歩いてる人少ないんですよね。あ、と思ったら人がいらっしゃる。通常の車両こんな感じなんですけど、さっき乗ったプレミアムですね、プラス400円しか変わってないんですよ。名古屋に戻ってきました。新幹線の時間までまだ2時間弱あるので、どうしようかな、そんなにお腹空いてないんですけど、最後また愛知のお酒でもいただきましょうかね。今正面に映ってる神楽屋総本家さんですね。こちらにしましょう。ちょっと下がピンクいですね。キラキラしてます。言わないけど、あ、酒飲まない。ちょうどいい感じで出来上がりましたよ。帰るのしんどいな。まもなく終点の東京に着きます。お出口は右側で18番線の到着です。お出
電車とホーム内では広く空いているところがあります。お子様とご一緒のお客様は手をつないでください。今日も東海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。お忘れ物ございませんでしょうか。神棚の上、座席の前など今一度お確かめください。